ていただいたら分かるんですけども、もう玄米の大きさからして一回り大きいと思います。はい、これがあの半米と酒米の違いでございます。酒米はまず、最低でも3割は精米削ってしまいますので、元が大きいに越したことはございません。小さいコシヒカリぐらいのお米を、3割削るともう割れてしまうようになりますので、なるべく元の大きさの大きいのが酒造公的米、酒米に適しております。次にこちらにございますのが岩井というお米。こちらはですね、あまり聞き慣れないかと思います。京都でしか作られていないお米で、戦後ですね、一旦、絶滅、というかもう全然全く作られて、なかったお米なんです。戦前まではまああったんですけども、やはりこれも酒米で、いやその粒が大きいで背丈が高い、そうすると倒れやすいというやっぱり難点がございますので、農家さんからするとあまり、に作るにはリスクが高いということで、あまり作られなくなってまいりました。それはですね、やはりあのこの戦後40年代になってまいりますと、お酒造りがもう最盛期、一番出荷量が多かった時期です。その頃になったら、やはり京都府としても独自のお米を作っていこうということで、再度農業試験場にありました種もみからですね、分割させまして、結構京都府内の酒造会社の方ではよく使われるようになってまいりました。そして、こちらがいわゆる最高級酒米といわれる山田錦でございます。こちらの白米は 45%、 周りの 55% を削って、使用いたします。もうすごい乾燥剤、シリカゲルみたいな大きさになっておりますけど、なぜここまで削るかといいますとですね、まあお米の中心にですね、いわゆる上質のでんぷん質が詰まっております。心拍といわれる白い部分、こんな部分が多いお米、日本バレと比べていただきますとよくわかります。日本バレは結構透明の部分が多いです。これは食べて美味しい部分なんですけども、お酒になった時にはですね、苦味とか渋みの原因になりますので、ですので真ん中の小粒と呼ばれる上質のでんぷん質が大きいほど、やっぱり酒米になるので、これが山田錦は大きくて、やっぱり全国的に酒造会社が参加するのを当時に好まれて使っていたんです。でも綺麗だね。やっぱり綺麗なお酒を作ると、周りの邪魔な部分というか、その苦味の原因になるところはなるべく取り除いて、削ってはるからね。作るのが、かなり綺麗なお酒ができましたということになってまいります。ですが、やっぱり1トンのお米、玄米から、まあ、白米にしたら450キロの白米しか取れません。で、普通数の方でしたら700キロの白米が取れるわけですね。その時点でもできるお酒の量に差がついております。さらにこの山田錦の玄米自体が普通の米の 1.5 倍から2倍くらいしますので、高いお米をさらに削ってということになると、やっぱり普通のお米、お酒からすると4倍5倍の値段になってしまうという、ことになります。ですがやっぱり関西を作るとマイクロフトからすると、もうやっぱりその辺は出てるところではなくて、いいお酒を作るためにはそこは惜しむべきではないと思っております。
削った分は、うん、そうですね、皆さんそう言われます、ね、そうですよね、あの正面の部分というのは、うん、要はあのぬか床とかと同じなんですけども、うん、その一皮剥いてしまいますともうお米の成分と全く変わりません、うん、白ぬかになりますので、うん、それはあのいわゆるお米菓子に、そうか、おせんべい、こういうコパンの要は、まあ、製菓会社の方に、うん、持っていって、使っていただくようなことになります。今なんか米粉でなんか料理パンとかで、ね、結構言われてます。はい、山田錦でおにぎり作ったらどんな味になるんですか。先ほどのあの美味しい部分が多いあの日本生まれ、それが逆に言うと酒米は少ないですので。あのもっちり感がなくて少しパサパサした硬い感じのこう、まあ、ご飯になるとですね、おにぎり握ろうと思ったら結構崩れやすいおにぎりになるかと思います。去年の昨年の酒造りの時に少し山田錦が余りました。炊いてみようかという話で、朝ごはんの時に炊いてみたんですけども、みんな下向いてたから今度からやめとこう。これは大事で、ですね、まあの大吟醸、まあ、あのうちで 45% 本当にあのすごく磨く製造会社でしたら 35% の周りの6割トンまで削ってしまいます。で、これの一つランクの下純米吟醸クラスで大体 55% 半分弱ぐらいですね、大体 10% から 15% ぐらい、ランクによって変わってきます。